べる気がする。よいしょ。ちょっと恥ずかしいんですよね。すいませんね。ちょっとなんか配信しようかなみたいな気分でした。あんまできてなくて5月。すいません。ご飯は牛タン。私は牛タンが食べたいんだ。牛タンです。もご飯食べてますよ。私もご飯を食べる。私はね、とろろとスープがないと嫌ですね。結構切り抜き回ってきて、え、回ってくるってことは私のことが好きってことですよ、それ。あん、ティッシュない。すいません。贅沢な気持ちで話せれるを手拭きに使います。ごめんなさい、本当に。ちょっと後で。やっぱすずさんなんだよな。だってそうだよ。いただきます。結構好き。知ってる。好きになっちゃいました。知ってる。久々に見に来たっていうか、私が久々な気がする。ちょっと眠たいかも。いただきます。牛タン。君は天才か？おいしい。うん。うん。もうありがとう。味噌菌食べたことないです。この時間だったら何がいいかな。牛丼とかどう？ケーメラうまっ。本当に美味しい。ラジオしたいですね。なんか私プロデュースしたくて、うん、ずっと言ってる。何でもよくはないけど何でもいい。え、おいしいんだが、ほんまに。
天才天才。メイクポーチは結構ガチで作りたい入らない。中野結婚していいよ。服かコスメかカラコンか。スキンケアもありだけどちょっと大変な気がする。おいしい。うん。みんながお腹すく配信、私の配信は。ごめんね。ペットも飼い主も一生懸命ご飯を食べてる。ガス電気値上がりって突然すいません。なんかなるのにね、これから。消防活動？うん、頑張ってね。痛くも痒くもありますよ。私はね、もうね、エアコン大好きマン。ガス電気？うん、毎日お風呂さ入ってるからさ、湯船積んでますやん。美味しい。待って、いくらでも食べれるんだがどうしよう、怖い。なんだろう、今から二郎系ラーメン食べれる。こっから食べないけど、最近ラーメンばっか食べちゃう。だから肌荒れてんのかな。やめよう。でも食でしか得られない幸せもあるからね。
しい。ラーメンのスープ飲まないんですよ私。そこはね塩分を気にする。そこはね、私むくみ体質だから。でもね、味濃い方が好きなのよ。悩んでる。結構ガチで、私小麦アレルギーなわけないか。レスケありがとう。天才だ。お肉は天才。お肉は天才。まあアレルギーは重さがありますから。ねえ、仙台の牛タン食べたい。おいしい。本当にきなこも私もおいしい。無我夢中にご飯を食べてて、なんかちょっとじわじわきます。お肉でしっかり焼くのなんて言うんだろう。なんかさ、レアはわかる。レアちょっとレアめでみたいな。レアはわかるよ。前髪短くなったね。なんか短い巻き付けたかも。こんがりやばい。お肉の焼き加減いかがなさいますか。こんがりで。それさ、焦げちゃうくないですか。大丈夫。なんか結構レアめが好きなんですけど、これ本当にね、結構ガチで体に疲労が溜まってる時にレアめのお肉食べると普通にお腹壊す。生ものだな。全部生ものを体が弱ってる時とかに食べると体調悪くなります。みんな気をつけて。ね、なんかいつもは平気なのに突然そんなのなられちゃうね。困るよね。ほんといつもは平気でも、ね、食べたの。かわいいねあんたね。なんでこんなかわいいの。もう羨ましいよ。ん、私も食べ終わるよ。ペットってなんでこんなに愛おしいんだろう。
ちそうさまでした。うんあれ、いなくなった。美味しかった、めっちゃ天才。あ、いた、きなこ。で、皆さんにご挨拶しな。いっぱい食べて、お腹がいっぱい。ちょっとモフモフだよね、今ね。幸せフフ。手伸びるの早いのかな。かわいいね、お顔洗ってんの。明日は雨やな。きなこ見に来てる。おー、見て、ルーム名鈴木ひとみ not equal me。 よく見て。私もともときなこの名前モフコにしたかったの。でもヒカキンさんのヤンコちゃんってモフコって名前ですよね、確か。なんかもうあまりにモフモフだったからえ、モフコみたいな思ったんだけど、きなこにしました。でもきなこって、きなこって名前の猫ちゃんも絶対いるけどね。うん、デリハンもありがとくま。あー、うわー、髪の毛で遊ぶのどうにかなんないの。ゆた、ありがらぶ、あ、ありがちゅう。福島行ったよ。ちょっと前に。え、行ったよね。あれ？また行きたい。クリームボクサーすごい買ったよ、みんな食いつきが。あ、そう、お話し会アルバムのオンラインイベントが申し込みが最後です。みんな最後です。大事なことだから3回言うね。最後です。広島当たんないってみんなに言われるから、もしかしたらピンクのペンライトがないかもしれない。あ、それはないか。ももちゃんのピンクだ。もしかしたら鈴木装備がいないかもしれない。やだ、狙わないで。うん、それで遊んで。
腹いっぱいですわね。なんやねんって感じだよね。さっき二郎系食べれるって言ってたのに、お腹いっぱいですね。怖い。ね、お風呂沸かそうかな。お、お風呂に入る力を分けてください。仲間がいるじゃん、ちょうど。やっぱ一緒にお風呂に入る努力をしてみない。うん、ティフね、嬉しい。嬉しゅうございます。ん？何？ハマキョ？あ、そう、夢の国の写真やっと載せました。でも1枚だけなの。あの、他にも撮ったし、動画も一応撮ったから、ちょっとそれはまた別にの時に、あの、 Twitter とインスタと TikTok 頑張って3つ載せるね。とりあえず一旦さすがに5月中に載せるってずっと言ってたから、一旦載せようと思って1枚頑張った。1枚新エリアいいなー、行きたい。いいなー、風呂沸かすか。ちょっと待ってていただいてもよろしくて。いいよ。大変だ。私がお話し会の日に買っておいた牛乳みかん寒天ゼリーがまだあって、賞味期限が昨日までなんだけど、いけるよね。いけるよね。食べます。もったいないもん。きなこ、きなこ、この圧をかけます。いただきます。これ好きなんですよ。これこれね、デザート許して。めっちゃ食べるじゃんって思うよね。私も思う。エリンギみたい。エリンギみたいだね。かわいいって意味。ねえ、やめて。マジでかわいい。まぬけそうで可愛い。ぬいぐるみ持ってきな。あ、ほんじゃあくれるよ。ダンボールに体当たりしてる。大丈夫？
ばい、暴れすぎ。元気やな。鈴木にもその時あったな。鈴木木登りしてた、ちっちゃい頃。やばくない？木登りしてバッタ捕まえてた。セミも捕めたよ。今は絶対に無理。ね、昔ってなんで触れたんだろうね。おかしいよね。絶対おかしいと思うんだよね。イモムシ、イモムシは無理だけどさ、学校でさ飼ってたよね、イモムシ。なんだっけ、あの白い子。それぞれ家に持って帰って育てなきゃいけない。つまり家に入れなきゃいけないんですよ、芋虫を。でも私将来、例えば何、我が子が学校に育ててる芋虫を家に持ってきたら私無理かもしれない。あー、え、そうだよね。普通に考えて、あの時はさ、ちっちゃかったからさ、なんか触れたしさ、なでなでしたもん私。そう。でもそれさ、親からしたらさ、もうって感じですよね。え、マジなでてた、プリプリなんだよ。覚えてる、あのショック。あ、でも今想像しただけで無理。ごめんなさい、虫に罪はないの。そう、プニプニだよ。もうセミはセミって感じの触り心地で、あのバッタは少し力入れたら潰れそう、ちっちゃいから。おーん、しりおぴ、ありがとう、こんばんこんばんこんばん。あめ、ありがとう、こんばん、ありがとう。でも私カタツムリも飼育してたし、カタツムリは人参を食べる、キュウリも。あ、でも私ナミクジは怖かったな、ちっちゃい頃から。理由があって、やつはやつは突然しれっといるんです。例えば雨の日の次の日とかに、この何、あのさ、お花を植える植木鉢みたいなのを持ち上げたりとかするとしれっといるの。だから無理だった。あ、アリもね、私アリは最初は別に何もしてこないし、ちっちゃいから負けるわけないじゃないですか。何も思ってなかったんですよ、舐めてたのアリのことを。で
確かタイに行った時かなにアリのなんか群れに飛び込んだんですよ。自ら舐めてたからアリを。そしたらタイのアリってめっちゃ凶暴で噛みついてくるの。私それでめっちゃアリに噛まれてアリさんイエーイって近づいたら噛まれて、それからアリさん無理ですね。マジで一匹だけでも痛いのにめっちゃ噛まれて、もう本当にトラウマで、それでアリが無理になりました。気をつけてね。そうちっちゃい頃の私本当に無敵すぎまずセミをさ持てる時点でおかしいのよ。いつ飛ぶか分かんないんだからセミなんて。おかしいよもう本当に。ごちそうさまでした。めっちゃやんちゃだよ。想像つかないでしょ今から。今とじゃそうでもないか、あんま変わってないか。今は大丈夫な虫はギリギリ小映え。昨日写真集買いました。ありがとう。私も見返そうかな。たまに見たりしたりしたりして。確かに虫の相手する暇ないよね。本当にそう。そう小映えソロならまあ許すけど、まあ3ミリぐらいからちょっともううんってうんってなります。何って。ん？何やってんのきなこ。マジで面白いきなこ。じわるよね動きが。おいしょー。プリキュアとのコラボ。あ嬉しい。そうなんですよ。私フレッシュプリキュアめちゃめちゃ世代だったから知ってたよ。確かですけど。エンディングとかで踊るようになったのってフレッシュプリキュアからだった気がする。やめて。ダメ。フレッシュプリキュアフレッシュフレッシュフレッシュ。いやー叫ぶよ。いいの。あずさんありがとう。のえみはみんな虫 NG ですよ基本。多分おぎちゃんぐらい。おぎちゃんも無理かな。いや誰か。おぎちゃんかな基本 NG。 叫ぶ。やめてって言ってるでと。タガメ本当に無理すぎる。タガメ虫を食べる味なんか好きで食べるならいいんですけど、それ以外で食べるメリットはわからないとか。罰ゲームで食べたんだもんね。罰ゲームじゃないよ。なんかすごい過酷な戦いだったな。私はあれ以降ファースト相撲を NG にしてますからね。唯一の私の NG パンソ相撲。よかったです。早いうちに知ることができて身も心も傷が出ましたから本当に仕方ない。タガメよりや、まあ、どっちも無理無理無理。でもタガメは大きいから無理だけど、
ちっちゃい虫なら味付け次第でも食べれます、全然。とか私、あ、でも今はどうだろう、昔は食べれてたけど、ちっちゃい頃タイって食べます。タイは普通に屋台に売ってますから、お虫さん。味が美味しいんですよね、塩味。スタバの新作飲んでない。なんだっけ、バナナ、いちごは飲みましたよ私一回。なに、あ、おおなんかいるぞ。昔は強かったの。今は無理。にゃに。ほら遊びな。段ボールだよ。え、待って、めっちゃ可愛いんだが。なんか。想像より全然可愛いんだが、この間帽子が届いた我、なんとまたしても帽子が届く。ピンク、めっちゃ可愛いんだが、えぐ。もうこれサテンの方も可愛いんだよな、多分。かわちい。戻って縮めんだこれ頭。やべ、これはスナイデルですね。あ、ちょっときついですね。ちょっと緩くしましょうね。やめて、やだ。段ボールあげたじゃん。まだちょっとなんかあれだな、頭がでかいのかな。くれくれ、うんうん、あ、いい感じ。ケメララブ、ありがラブ、リアピニャ、ありがとう。あ、やべ、呼ばれる、呼ばれるよ。イエイ、ピンクの帽子かわいい。セリーヌのさ、キャップめっちゃかわいいんだけどさ、いいお値段すんだよね。使欲しい、めっちゃ可愛い。いろんな方が使ってる気がする。ピンクめっちゃ可愛い。でもアイボリーもあった気がする。めっちゃ可愛いんだよね。やっぱ可愛いものはいいですね。ときめきます。ときめいた。みんなもお風呂入りな。あのさ。はい、もうその段ボールにいてください。じゃあもう、はーい、はーい。あ、やばい、お風呂が沸きました。なんか段ボールに入ってる。楽しい？ダンボール、うわー、飛び出た。
と運ぶよ。ご不在？あれ？おしい。怖いのよ凶暴で。本当に立石ありがとう。くまゆうすけかわいい、ありがとう、ありがとう。おー、なんか大丈夫ですか。落ちそうだな。チラリチラリ、いやまだ？あ、うん、このおててでさ、この手袋おててで強すぎ。力腕相撲する。どういう顔それ、それどういう顔それどういう顔後頭部ダメ見ちゃう眠いよきなこ。このおててを見てよ飽きないの？まだ遊ぶの？私が飽きちゃったよ。眠くなってきちゃったよ。お腹いっぱいだから。絶対噛むでしょ。ピッ！カズナリめっちゃ可愛い。どうも。狙ってるよこの顔。狙ってんね。怖すぎ。怖すぎ。
かモフモフになってきたね、少し産毛がすごい、なんかすごい、あ、産毛の方が産毛の方がやばい、後頭部マジエリンギみたい。トロッコする？トロッコする？ないね。やばい、めっちゃもう暴れてる。誰が止めて、きなこ。ひやたんチャンネルやめ、尊い。よかったね、尊いって。暴れてます、やば、もう本当にやばい。なんで猫ってこんな段ボール好きなんだろうね。やばい、狙ってるよ、見て見て見て、その顔狙ってるね。やばい、ってやると目がニーンって大きくなる。きなこ、きなこ、きなこ。目がグイングイン。ダンボール閉めちゃうよ。うわ、マンゴー。パンパン。かわいい。トントン、カズナリ、かわいい、かわいいって。なんだ、もう飽きちゃったよ、きなこお風呂入ろう。そう、じゃあそれ一人で遊んでてね、もういい？なんか言ってよ、あとかいとか。うん、うわうわえ、そうなの、きなこ私のね高い声に弱いんですよ。どこだどこだって探してる。カジカジ、握手会、握手、あ、握手、あ、握手の方、握手、握手って、あ、お断り、あ、握手やばい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 、姿が放送されてしまった。
やばいやばい、強烈すぎ歯。え、なんか大丈夫？え、噛んで平気？それ自分が噛んだんや、そこなんか。やばい、読めない。なんて読むの、生きがい。なんだなんだ、なんて読むんだ、ね、大丈夫？話聞こうか。おなら。出てもらっても良いですか？出しますよ。ダメだ、もうどれか、もう見てよ。やばいって。置いとこうかな、もうこれで。食べちゃダメだからね。お風呂入ろう。ね、食べてる？抱えちゃうわ。もう出て。食べるじゃん。あ、こうすればいいんだ。ここを噛むから。きな粉くちくちゃい。倒しますね、横に。失礼します。降りて、危ないよねえ、意地でも意地でもさ出てくれないんだけど。ここにしますね。はい。やばい、私の大雑把さが見えてしまった。出ないです。好きなんだね、ダンボールがね。好きにしてください。じゃあ、うん、11時になったら絶対行くから、それまでに諦めてね。もう
こう猫を眺める会です。すいませんね、今サマーカットしちゃっててツルツルなんですけど、やばいやばいやばいでも毛は伸びてきてますよ、地味にね。気に入ったな、その部屋。でもそれにする、ケージじゃなくて。狭いけど、そっちの方が。狭いとこ好きだもんね。ゾゾタウンね。お、出る？もう来た？戻るんかいお、出る？ついに、ついに、お、飽きた？もう、うん、お堕天使生きがい、どうも生きがいです。しゃあ、私の勝ちだ。はい。回収しました。いいですね、このすぐにね、壊せるタイプです。ありがとうございます。こちらもそろそろ配信は終わりますね。暴れすぎちゃった。楽しかったです、今日もありがとう。ん？ランキング読みますね。13位中野ありがとうぺこり、12位あずさありがとうぺこり、11位お母さんありがとうぺこり、10位トラコありがとぺこり、9位テジハマありがとぺこり、8位ひょったんチャンネルのみありがとぺこり、7位グーフィーありがとぺこり、6位ゆったんありがとぺこり、5位ダテンシありがとぺこり、4位ユウスケありがとぺこり、3位ケイメラありがとぺこり、2位カズナリありがとぺこり、1位リオピーありがとぺこり。みんなでお風呂に入ろう。私も頑張る。何してんの今度は。やめてね。じゃあ、良い夢をご覧あれー。